このスライムは塩コショウで。やっぱりニンニク味がいいかな。暇なら暇でもいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。お菓子でも食べて一息ついたら、一皿持ってきたんだよ。このスライムは塩コショウで。やっぱりニンニク味がいいかな。
一緒に食材を探しに行こうよ。お菓子でも食べて一息ついたら？一皿。近畿滅却の札の匂いがする。君たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。あっちを見てみろ。装置が動いたぞ。なるほど、このスイッチはこういう使い方をするのか。岩の重さは安心できます。きれいにしません。足元に気をつけて。走るより飛ぶ方が。一緒に遊ぼうよ。お、風だ。料理の時間だよ。
これで間に合いますね。必要な方がいるはずです。これで間に合いますね。わらわの戦況を通過する。わらわは当たり前だ。わらわのこんな大きな、まさか伝説と。わらわだめ。まあ低空が なんてことだ。誰がそんなこのような高等無いや、いっそえっ、二度と同じ過ちが起こらぬよう。そうだ、わらわ。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。そうだ、なあ、せめて契約理由へ。こだんな、その上今さらに君たち昨月もういい、速やかに去るがよい。頼んだわよ。もういない。
目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。近畿滅却の札だが、千と魔の人の ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来た。ああ、もう、なんだあいつ。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら、次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いから、やめとこう。仙人と話ができるか、旅館の女将に聞いてみる。珍しいね、彼の自ら誰かと会うの。あの態度で機嫌がいいの。そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えの言い伝えによると、元神がリーウェを作った時、仙人の力を、でも仙人の奥は戦いによって、だから数千年もの間貿易の都として。人おかみは物知りだな。おかみじゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って。機嫌を楽しみでしょ。私もまずシェフに杏仁豆腐を作って。杏仁豆腐は、お前どんな料理が得意。わお、でも仙人への贈り物で。飛ぶ方が早いよ。よいしょ。休憩中だ、邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。なるほど、オーナーの命令なら。だが、残どうしてだ。剣士の手が。だがそれにな。こんなシェフと、とにかく仕方ない。走るより飛ぶ方が早いよ。うわっ、あ、
この様子じゃもうダメくて仕方ない。元はおこれとはそんな類のものなんて。あ、そのつねえ、あなた仙人と関わることで傷ついた。でも旅館に勝つ。そして少し時間。手の調子が戻ってきたぞ。
またお前たち。待て、まだ消えないでくれ。これはお前の大好物の杏仁豆腐に。行こう、ほら早く。こいつがだ。元王帝君に。我には想像もつかない。人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな。昨月、李水、劉雲の3人が会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には属性に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ、最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ。妖魔退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防御旅館が面倒を見てるのか。この旅館のサービス範囲広すぎだろ。できた。絶運の間はどうだったかな。なるほど、灼熱蓄養神君、利水定山神君、流雲釈風神君、高魔耐性。ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーウェ七世の反応がとても興味深くてね。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。その上情報を封じようとしているけど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。先祖の亡骸？リーウェの通説では元王帝君も仙人だからね。元神は契約の神であり、仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。全ての三元五元仙人は過去にリーウェを守る契約を結んでいるんだよ。そうか、道理でリーウェのことになるとすぐに動いたんだな。その通り、彼らには責任もその資格もある。もしリーウェを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする。どう考えても疑わしい。あ、そうだよ、オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーウェ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。うん？七神を訪ねる？それはまたどうして？いい答えだね。
いとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ。でも今回に限っては君を助けることができるよ。本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。ああ面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。大きな木の上に腰掛けて、気をつけて。心配ない。狼は友達。お前たちは誰だ？オイラたちはただの旅人だけど。お前たち普通じゃない。でも知ってる匂いがする。知ってる匂い？騎士団だろ。騎士団に友達いる。俺レザー。騎士団とは関係ない。ああ、狼は家族。家族？家族、俺を育てた。
一緒に暮らす家族。なんか複雑な事情がありそうだな。彼らに怒られた。お前たち助けるために待ち伏せバレた。イノシシ逃がした。そうだったのか。じゃあ旅人が手伝うっていうのはどうだ。旅人もなかなかやるぞ。やめておく。騎士団の友達が手伝うといつも狼が腹すかせる。遠慮するなよ。満足させてやるから待ってろ。ほら。ありがとう。でも俺たちなら五六頭は捕まえる。それだと飯食えない狼。そうなのか。気にするな。ありがとう騎士団の赤い熱い女の子。その友達よりやる。彼女なら山を燃やす。イノシシ捕まえない。そろそろ行く。ここ安全じゃない。お前たちも気をつけろ。変わったやつだったな。そういえば騎士団にいる赤くて熱い女の子って誰のことかわかるか？重大だからね。もちろん手伝ってくれるよね。やっぱり最近狼たちが水管橋付近のキャラバンを襲うようになったの知ってるかな。狼たちは確かに危険だけど彼らにもルールがあるの。だからモンドの狼は基本名鑑産地と放浪寮から離れられないはずなんだ。あそこの生態系は原始的だけど独自のルールがあるって聞いたことあるな。そうだから狼が水管橋まで行って人を襲うなんておかしいんだよね。狼っていうとアマーは放浪寮にいる男の子を知ってるか。知らないけど。そんなところに人がいるの。あれ赤くて熱い女の子はアンバーのことじゃないのか。何の話かな。とりあえず今から水管橋に行って調査しようと思うんだ。一緒についてきてくれる？うわっ！あれ見て！襲われてるみたい！
って思わないでよね。足元に気をつけて。熱々でしょ。ありがとう。最近そうなの。でもヒルチャールより、お、実は今日の昼前、清泉町が狼の群れに襲われたの。え、町が襲われた？ひどい。そうでしょ。町が襲われたからもう道中は襲われないだろうと思ってたのに、今度はヒルチャールが来るなんて。もしかしたら町に何か痕跡が残されてるかもしれない。急いで調べてみよう。荷物や荷車は大丈夫？私は先に行かせてもらうね。あ、うん。飛ぶ方が早いよ。でも、ああ、そうだ、惨めだろう。びっくりして立てなくなるなんて。あ、うん、それは大変だね。他に目撃情報はないかな。あ、初めて狼を見た。怖かったよ。役に立ちそうな情報はないね。現場の痕跡を調べに行こう。よいしょ。この爪痕、この後からオオカミの数と大きさの数は2匹だけじゃない。うん、2メートルくらいだな。オオカミは神秘的な生き物だからな。そのドアにぶつけたんだろう。とにかく今回の襲撃で大怪我をした人がいる。足元に気をつけて。これは狼の体毛だね。この毛色、本に書いてあるモンドの狼と全然違う。もしかして外来種？オオカ…でもこっち見て。別の毛か。ん？うん、これググプラムの種だね。この種は見た目が特徴的だから分かりやすいんだ。モンドだと放浪寮と名官峡谷だけに見られるはずだけど。じゃあ、同じところでも複数の狼の群れが縄張りを争うケースもあるからね。詳細はまだわからないけど、これも調査の大事な手がかりになりそう。さて、出発する前に。走るより飛ぶ方が。調査で。うわ、立てたの。ああ、それで現場に残され。でも安心して、すぐに放る。こんな危険。いいだろう。うわ、俺たちは。ちょっと笑わせる。行くぞ。本当に何を。彼らも見合いがだ。若い奴らし。それも私たちに任せてちょ。早く放る。
られた。落ち着けレザー。お前はなんだ、知り合いじゃないのか。知らない。赤いけど、あの子ほど熱くない。説明する時間ない。さっきの奴らのことだ。そうだね。でも血の匂いだ。急ごう。まさかあのバカたちが狼に襲われた。逃げられないって言ったでしょ。結婚だ。人じゃない、狼だ、ルピカの。だからルピカって何なんだ。ルピカは運命の家族。狼が人を受け入れ、人が狼を受け入れたらルピカだ。人間の言葉じゃないのか。でもおかしいでしょ。まさか狼たちと話せるの。彼が決めた名前だ。彼って誰のこと。この土地の主だ。モンドの主はバルバトスじゃないのか。後で話す。また手がかりを見つけた。ついてこい。説明してほしいことがまだあるんだけど。レザー、もう行っちゃったぞ。あの人たちに囚われた。ひどいな。ひどいとは思うけど、騎士団の立場上。村を襲ったのは俺たちじゃない。流浪の黒狼とその群れ。領地が欲しいと彼が作った掟を破った。彼？この土地の主。それはさっきも聞いたよ。ちゃんと説明して。ルピカは奥深く。一緒に来い。彼が姿を見せるかもしれない。時間を無駄にしちゃいけないわ。外金はまた別料金だ。ここは お前にこれを集めてほしい。これって
砕いて。確かにググプラムって針で刺すことで種相手に紫の師匠が。俺はここで面倒を見る。もう一人、うん、あんたの友達の狼はまだ潔白だって決まったわけじゃないからね。行くぞ。ブン。や、くらえ。十分だ。彼と話をしたんだけど、狼たちのルールってすごく不思議だね。ありがとう。この辺をぐるっと回ったけど、狼ってそういうもんだよ。なんだお前。お前に用がある。こいつだよ。うわ、お前だったのか。最近どうも。お前が裏で糸を引っ張ったと。やめて。エザーが口下手だからっていじめるのか。裏を襲ったのは俺たちじゃない。創造主、我を呼び起こすだけでなく、この北風に捧ぐ供物の虫とは、お前たち、我が一族に害なすだけでなく、真実を見るのか。もっとか、愚か者めが。奴らは違う。ナンジは狼ではない。そしてそこの人間、レザーにとっての人類の。ナンジにその意志があれば我のところへ試練。我が言いたいのはこれで全てだ。縁があれば
そんな顔しないで。そうだぞ、その赤くて熱い女の子が。今ここの外にいる人たちはあんたのことを警戒してる。あんたの大丈夫だ、問題ない。でも俺は城のものじゃここのものでもない。旅人、愛も、それとはもう一人の赤い人。あれだけ話したのにまだ私の名前覚えてなかったの？さよならだ。
札の重さは安心できます。Yeah.